にちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、今日は暑い。暑い。本当に暑い。暑いよね。もうさ、一人で滝のような汗をかいててね。他の人誰もかいてないんだよ。すごい汗ですねってそれで言われた。でもさ、蒸してたよね、今日ね、ちょっと。うん、今も蒸してるよね。湿度が高い。こんなに日が落ちてきてるのに暑いんだもんね。綺麗だよ。今これね、キュービックロースト、うん、前回から売ってるんだけど根がすごい出てきてたから、うん、もう用土の上にのっけちゃおうと思って、うん、これぐらいだから出ちゃったらもう全然のっけちゃって平気、うん、水もあげちゃって平気、あげちゃって平気 ね、あ、そうだ、うん、これさ、いくつも出してなかったんだけど、うん、なんだっけな、何ピロサだっけな、あー、名前忘れちゃった、なんとかピロサ、うん、人気あった、うん、面白いよね、うん、ぐちゃぐちゃしてて、そうだね、うん、ヴァンパイアピロさん、うん、ほら思い出した、ね、すごい人気あったよ、うん、あとね、これもリクエストが結構多い、コードブルー、うんうんうん、ね、コードブルーもう少し入荷させたいなと思って、まだ在庫あるからね、うん、とりあえず、うん、今日は金曜日に販売する苗の紹介をしようと思ってます、うん、金曜日、あさってか、うん、29日、うん、29日、1日、3日ってお店を開けようと思ってます。1日、3日、うん、はいはいはい、ね、うん、よろしくお願いします。はい、そしてこの間これ紹介しなかったと思う、早速紹介から、うん、ホワイトアメリカーノ、あ、これ紹介しなかったっけ、したっけ、ほんと、うん、登録してなかった、すっごい可愛いんだよこれ、めちゃくちゃムチムチなんだもん、うん、こういうの超タイプだから勧めたいんだけど、うん、好みがあると思うけど、うん、ホワイトアメリカーノね、そう、まだホワイトの子もいるんだけど、だんだんこうやってピンクになっていく、紅葉期はピンクになるんだけど、もう成長期に入るから根がつけばこういう色に戻ります、はい、今はこの色になってます、はいはい、で次か、うん、これこの間ね、結構ね、お客さんにこれ何っていくらって聞かれてたんだけど、あ、名前が分かんない、ね、そう、やっと分かったの、でね、ルーミング×エボニーなんだけど、ロメオルビン×エボニーなのか、うん、ルーミングって一応聞いたから、うん、ルーミングにそのまま書いておきます、はい、ルーミング×エボニーね、すっごい綺麗だよ、はい、肉が厚くて ね、色がちょっとこう、なんつうんだろう、明るい色、明るい赤、うん、うん、そう、鮮やかな赤だよね、うん、そんな渋めじゃない赤、うん、で、クリスピットビューティーも、うん、あの、なんだっけ、期間限定で割引、うん、してて、うん、あの、結構買っていただいて嬉しいです、うん、はい、かわいいもんだって、はい、でこの間ね、エボニーかけるザラゴーサだったよね、うん、そんなにいっぱい出せなかったんだけど、向こうからいっぱい集めてきたらいっぱいいたから、うん、置いておきます、ネットショップも更新します、はい、はい、で、今日の新入り、これは前からいたよね、あ、いないや、ウォーターリリーかける、あ、こっちだこれ、ごめん、まだ間違ってた、うん、ウォーターリリーかけるラウイ、そっちはあれだね、ブレイブとラウイ、ブレイブとラウイ、こっちはウォーターリリーとラウイ、ちょっと違うよね、うん、ブレイブとやっぱりね、こっちはブレイブっぽいもんね、そうだ ね、両方ラウイ後輩です、可愛いよ、ムチムチしてて、ね、こういう粉系が好きな方は、この間さ、アマビレ紹介したけど、やっぱりこのアマビレ可愛いんだけど、うん、サイズが可愛いのかな、うん、それもあるね、うん、ピンクで、うん、ね、ムチムチしててさ、で、これもね、ネットショップで大人気でした、うん、前回ブラッククイーンの選抜、うん、ガの100、ガの100って書いとくって言ったやつ、うん、すごい人気だったよ、あと今回の新しい人、これバイオレットチーズ、チーズだよ、バイオレットなチーズだよ、あのね、触った感じが気持ちいいん、これ、なんだろうね、シリコンみたいほんと、柔らかくて気持ちいいの、張りがないとかそういうんじゃなくて、うん、あの、石で言ったらカルサイトみたいな感じ、わかんない、わかんない、絶対わかんない、柔らかい感じ、すごいね、柔らかさが伝わるん、手に、バイオレットチーズ、すっごい可愛い、中心が結構紫になって色が、なんだろうね、この色の感じ、表現できない感じじゃない、うん、可愛くない、うん、バイオレットチーズです、ちょっとおすすめだよ、これ、はい、で、その隣が、これがなんだ、ブラックベアか、ブラックベア、ブラックベア、ブラックベアはね、数が全然ないんだ、うん、まだ向こう行けばあると思うんだけどね、うん、ブラックベア、ブラックベアは確か新作だと思うよ、うん、うん、で、これもあんまり数がない、アドリアン、アドリアン、アドリアン、名前がすごくない、うん、
物もすごいけどね、肉が厚くてちょっと内にカールしたブラックタイプ、で粉は吹いてません、はい、ブラックベアはすごい粉吹いてるんだよね、白っぽくて可愛いの。アドリアンは粉は吹いてない、ツルツルした感じです、俺は柔らかさを感じないもんでやっぱりこれはねすごいネットショップでも店頭でもすごい人気でした、レヴェナント。レヴェナントね、どれがいいやる？指差し、もうだって絶対、もう決まった決まった絶対、はい、いくよ、のこれこれしかないじゃん、映ってたかなその前に指先しか見てない、でもこれとかも可愛いよ、あとこれも可愛い、これとかもね、これも別に普通に可愛いじゃん、これも可愛いし可愛いよね、だからみんなさ、いろんなちょっと見た目があって可愛いんだよね、これをなんかで次ね、はい、でこれがミューラン、はい、なんかね可愛い、赤くてムチムチしてるん、この時期にこの色って嬉しくない、ちょっと。そうだね、で葉は細長くて爪先に向かって赤くなるんかな、やっぱりね、ミューランです、はい、でもちょっと葉先が白くなってる、面白い、ここに見るとなんかさ、シャイアンとかを混ぜた感じじゃない、で、なんか葉の形とか、ちょっといびつな感じとか、ミューランです、はい、で、その隣がブラッドマリア×ヒアリナ、ちょっとブラッドマリアとヒアリナ、ちょっと小ぶりだけど、これはかなり可愛いと思うんだけど、どう、優しい感じだよね、ヒアリナっぽい感じがすごく出てます、はい、ね、おすすめです、すごいね、トラックは、その次がね、シャルドネ、シャルドネ、前違うシャルドネがなかった、違うね、またね、シャルドネ、はい、で、これは多分オレンジに色づいていくタイプ、黄色オレンジっぽくなっています、この色みたいなね、シャルドネです、よし、はい、で次、はい、モリコーネ前紹介したよね、モリコーネね、桜ドロップもちょっとだけあります、はい、あとバイオレットアッシュ、これももう残り少ないです、これね、この渋いやつね、バイオレットアッシュも少し少ないです、はい、で、これがマジェルカ、マジェルカもこの赤いやつ、マジェルカね、で、マニキュアフィンガー、これもあります、で、今回これかなり自分の中でおすすめなんだけど、マジックチョコ、お名前がまたね、あのね、中心がこうやって色づいていく、綺麗に、紫になっていきます、で、外に向かってなんかまだら模様になる感じ、面白いね、面白いでしょ、手前のやつ、ね、ちょっともうちょっと中心にして、わかるかな、これ面白い色合いだね、面白いね、マジックチョコ、これちょっと今回おすすめ、チョコってつくと可愛いよね、名前買いしたくない次ね、これ今度はチョコじゃない、ピーチなんだけどね、ピーチキャンディ、昔あったよね、あったね、ピーチキャンディーってね、これもっと全然ちっちゃいやつだったけどね、そうこうやって葉がちょっと葉の形で思い出した、葉がひらっとっていうか、まあこれ水切ってる状態なんだけど、こういうなんていう横向きになるっていうかね、そうちょっとウェーブかかったような横にペタッとしたような形になります、ピーチキャンディーね、はい、で、ドドリーがまだちょっとあって、カリストも人気あったから向こうから持ってきた、結構なくなっちゃったん、カリスト、赤いやつだね、赤い、このすごい綺麗な色、このエレガントな赤、カリストね、また追加しました、はい、で、ホライズン、ホライズンもないからってね、で、これがホンヘ、ホンヘ見てこの色の違い、面白くない、あの、これ違うとこにあったやつなんでさ、で、持ってきて今追加しちゃったんだけど、全然色味が違うから面白いなと思って、で、ラブリーベア、で、これ新しい人、ペニャ、ペニャ、ペニャ、かわいいでしょ、名前が可愛くない、もう、ペニャだよ、なんかさ、メキシカンと何だろうね、何混ぜた感じだろうね、この爪、爪が赤くなっててムッチムチで、何だろう、プリモネイスじゃないし、ちょっと気になるね、これね、ペニャ、大きさも結構しっかりしてるね、4センチぐらいかね、ペニャペニャではないんだね、ペニャペニャじゃない、ムチムチのペニャペニャちゃん、で次、チョコキャンディーは前チョコレートセットに組み込んだ、ないです、チョコキャンディーね、かわいいよ、これツルッとしててプチゼリーにちょっと触り心地が似てる、ツルッとしてなんかムチムチっとしてて、
で、チェリーローズ、うん、チェリーローズこの間ネットショップ出し忘れちゃったんで、うん、今回出します、はい、で、次がコロラータ、これはコロラータだ、なんだろうなと思っちゃった、うん、サラボニーのスーパークローンももう残り少ないです、はい、で、ローズクイーンの2匹も足しました、はい、人気あったよ、結構、うん、ビーバーズもまた足しました、はい、ビーバーズも人気あります、はい、で、キャッツアイ、うん、これも結構ね人気あったよ、名前がエキシエキシタゾ読みづらい、だってさ可愛いんだよこれ、ほら爪がチョン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 ってついてて、うん、ねエキシタゾで、黒いエケベリアが好きだから黒いのばっかり集めちゃうねで、ボールでしょ、ボールも可愛いかな、赤くてほら、うん、ボールと、これはテイローサ、うん、テイローサね、うん、前回も紹介したよね、うん、紹介したデルル、デルルもすごい水汲んで大きくなると超可愛いからおすすめなんだけど、うん、デルル、チエム、チエム、うん、チエムは前いたよ ね、すごい可愛くなるんだよね、うん、これね、うん、ゆっくりゆっくり成長してチエムで、ワインピーチすっごい人気あって、うん、もうどんどんなくなってきちゃったんでまた向こうから持ってきました、うん、ワインピーチね、はい、で、次がこっちはアリアンス、ん？アリアンスね、アリアンスかわいいよね、これね、うん、ほら、赤くて、うん、なんかこの色の透けた感じがかわいいね、アリアンス、うん、トスカネリーで、これもね、結構ね、人気あったスティールハート、あー、うん、これ可愛くなるんだよ、うん、今はね、こんな紅葉が冷めた色だけど、うん、とっても可愛くなります、ちょっと爪が出てきてね、うん、スティールハートで、これがプシケか、プシケは葉の形が面白いね、うん、また黒いシリーズになっちゃうけど、プシケこれ、あれが入ってる、向こうのやつかと、あ、リップスティックもね、いっぱい購入いただいたよ、うん、まだまだあるので、よかったらで、ブラックベア、あ、ブラックベア、なんかちょっと待って、ゴールデンベアだ、間違えちゃった、どうした、カメラの向き、はい、はい、ゴールデンベア、あっちがブラックベアだもんね、うん、こっちはゴールデン、ブラックにゴールデンに、黄金のクマさんじゃんで、ダークチョコレート、これもチョコレートセットに前組み込んだチョコレートシリーズです、あれ、あともう一個さ、チョコキャンディーとチョコゼリーと、うん、ダークチョコレート、うん、あれもう一つがいない、いたんだけど、それ紹介したかった、どこ行っちゃったんだろうね、うん、どこにあるんだよ、あっちかな、うん、ダークチョコレートここ、ダークチョコレートここね、うん、チョコキャンディーがさっき言ったんだよね、うん、チョコゼリーがあって言うんで、チョコゼリー連れてきたわけなんだけど、あ、いたいた、チョコゼリーだよねこれね、うん、チョコゼリーがこれ、チョコゼリーのが丸みを帯びてる、チョコキャンディーのが歯が尖ってる、うん、ね、チョコ、こっちはゼリーです、はい、うん、みんな美味しそうな名前で、これ今回かなりおすすめ、シンディー、すごい、もう中心がね、すごいね、うん、もう何とも言えないこの、わかる、他の色のエケベリアで例えたらレッドベルベットみたいな中心の色してる、うん、透き通ったようなちょっとグチュグチュしたような色、半透明の感じ、うん、シンディーです、はい、ちょっと値段は張るけどかなりおすすめです、うん、はい、数もそんないっぱいないからね、うん、結構大きさもしっかりしてない、そうだね、ちょうどいい大きさだよね、育てるにはね、うん、シンディーおすすめなのでぜひゲットしてください、はい、あとはこれも結構人気あったね、バービー、バービーちゃん、はい、ね、バービー、あとはそんな感じかな、はい、あと個別の苗がちょこちょこあって、あと森恵子さんの苗があって、うん、神さんの苗があって、カズさん、まえさんの苗もあります、はい、超豪華だよね、うん、29日は、はい、後輩苗の販売と韓国苗の販売をします、はい、自分混雑しないと思うけどね、うん、混雑しちゃった場合は整理券を配るとかいろいろ考えるので、はい、
はい。じゃあ大丈夫？あ、そうだ、あと、うん、そう昨日言い忘れちゃったの思い出した。はい、この間ネットショップで、うん、カズさん、マユさん、パンちゃんの札のセットを販売させてもらったんだけど、うん、おかげさまであのすぐに完売しました。はい、でその時にね、自分で数を数え間違えて、あの多めにポットから抜いちゃったの、うん、それなので、カズさんの苗を2苗、パンちゃんの苗がねちょっと時間の関係でちょっと準備ができないので、カズさん苗を2苗、前さん苗を1苗の3苗セットで、うん、もう一回販売させてもらいたいんだけど、はい、ポットから抜いちゃってるから、そのままもう来るんでね、発送する状態にしてあるから、うん、よかったら皆さん、うん、ちょっと割引します今回、うん、なんかせっかく抜いたからね、また植え付けるのも、うん、あれかなと思って、うん、そうだね、うん、よかったらお願いします。はい、今の21時にそれは追加しておきます。はい、はい、じゃあそんなところで、カズさんは2苗と、マユさんは1苗ね、うん、はい、パンちゃんは使わないからね、はい、はい、なんでそんな笑うの。いや、そんなことない、すごいから。そう、いや俺がこう言った時にまたこうかぶせていつも来るからさ。だってよく言っとかないと自分で忘れちゃう、うん、自分に聞かせて。やった、はい、29日は11時から15時までの営業です。喋、はい、りたいんで多分、はい、今日いいよ、はい、もう大丈夫。はい、じゃあ本当に大丈夫。あ、なんて嘘。はい、分かった。はい、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。